あんまり厚着してないですか？中に1枚着たんだけど、もうちょっと防寒着でもよかったな。これ大丈夫だよね。朝起きた時が寒かったんで、割とちゃんと着てるんで大丈夫です。下のパンツはそれ大丈夫？あ、パンツの下に1枚インナー履きました今日。はいはい。自分の持ってきたやつ。お、いいポイントだね。ここ気をつけてね。はい。こんなねじって発信するなんて。そういう問題ね。まさかここで立ちこけのシーンとか撮れないだろうね。バッチリ撮られちゃう。なるほど。昨日 GoPro は回ってます今。やめて。いいからね。いらないことやんなくていいからね。そこ別に番組的に全然俺は美味しくないんで。やだよ、ちゃんと無傷で返したい。オッケー。ただ坂道発進そんなに好きではない。それはまだ慣れてないからね。やってるじゃんと、坂道さん。何？ん？手？見てねえな。何やってるって手振ってるってこと？対抗した、振ってるよ。振ってんの？振れてんの？振ってるよ。そんな何？しかめ面で振ってんの？顔で見てんの？眉間に寄せながら振ってどうすんのよ。相手から見えてないよ絶対どうせ。見えてるよ。見えてないよ。今俺が見てたら眉間に寄ってたもん。どういう仏頂面で手振ってたと思って。絶対一瞬だからあっち見えてないよ私の顔なんて。見えてないからってそんな仏頂面で眉間に寄せて手振らないの。わかった。あのミラー越しに顔見んのやめてくださいよ。まあ見てんだ本当に。眉間に西は寄ってるなと思って。やばいね、いつかもう眉間に西が刻み込まれちゃうよ丸山さんみたいに。取れなくなっちゃうよ。ヒアルロン酸ぶち込んでば大丈夫じゃないの。ここか、来ましたね。さあ、今日はですね、ツーリング2日目。2日目です。今日やるのは、チャレンジは女子アナ。はい、チャレンジ女子アナに。川下り？ラフティング。やったことあります？ないです。ないです。ラフティングっていう言葉自体も全然知らなくて。なんかそういうのが。ある、そういうレジャーがあるっていうのは聞いたことあるんですけど、ね、初めてです、はい、調べたら川下りって出てきました、ね、ラフティング。あのルルさんにはぴったりなチャレンジものなんで。どういうことですか？川から落ちる安全なやつでしょ。言ってもスプラッシュマウンテンみたいな。あのディズニーランドでシャパー、あー見ちゃった冷たいっていう感じのあのものを想像してるんですけど、はい、間違いないですか？大丈夫です。そんな感じ。一応水着は必要だっていうことだったんで、若干水着を用意してこようかと思ったんですが、はい、今日は彼女が、はい、レイラちゃんがビキニの水着を着てるらしいので。なんでビキニしか持ってですが、ちゃんと T シャツ着ますよ。濡れていい T シャツ上に着ますよ。それで着てなかったら怒られちゃうよ。分かってますよ。でもその後ルル、ね、さんはねそのままでいいよ。もうこれでもちゃんと神戸も何なんかスパッツみたいなやつを準備しろって書いてあったんで、まあ濡れないだろうけれども、まあちょっとこうスプラッシュマウンテン感覚で楽しみたいと思います。神戸水没。なんか違うものになってる。それでは行ってみましょうか。イエーイ。はい、ということで一式装備をですねつけさせられて、これからラフティングに行ってきます。真面目に行ってきます。はい、真面目に。ルルさんは水没。もう確定ですか？はい。待って。で、私の格好はですね、はい、ジェットパイロットさんより一式ですね、支給されておりますので、またですね、頑張って私もですね、プロ並みに行っていきたいと思います。思ったよりも重装備すぎてびっくりしてます。もうちょっとなんかこうバイクとは別の意味の重装備ですよね。なんか、まあ、バイクと思えばでもね、つけるものはつける、まあ、プロペラそんななんかのようなもんですけれども、はい、こんな沈む可能性もあるってことですか？最悪一人だけ落ちるって可能性も全然やってた。ルルさんだやっぱり。ルルちゃんも私そういうキャラで売ってないんだよ。はい、落ちていいポイントありますか？ありますよ。やった。落ちていい、やった。
ゃあ後ろ向いていただいて、はい、僕はロープって言いますから、はい、今日一番の笑顔で振り向いていただいて、はい、今日一番の笑顔ですよ。はい、ロープ行くよ。はい、ローププリーズ。こっち向いて。なんか穏やかなとこ来たよ。あれは落としポイントじゃないですか。声出さないで。しれっとぽちゃんと11月ですね。これこのカメラってさ、あんたがつければよこれなんでカメラクルーがつけないで俺がつけて、一生懸命丸山さんがいろんなとこ声出す。そう、俺が一生懸命こうやって移動して映ってなんで俺が確かにカメラクルーなんですね。そう、カメラ後ろいとカメラなんですけど、もう今日はカメラボタンとか言ってちょっと気づくの遅かったっすね。だいぶ気づくの遅い。もう今あと半分ぐらいあるから付け替えますか。あとねちょっと陸上に行ってから、陸上に行ってからね。はい、よいしょー、いくよ、はい、3秒前、2、1、あー、濡れたわー意外と深かった。まさかバイクとツーリングでこんなに濡れ物にやるとはね、うん、雨降ってねえんだけど、ね、洗濯物の気分です。洗濯されております。バーターバー、抜けられないっぽい。うん、ああ、うわ、この目に遭う。今わざとやったんじゃない。半分わざとだったんじゃない。絶対わざとです。待ってね、何回なんとしたの。はい、せーの、1、2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 、
あれれれ、おかしいな。入った。溝にはまった、溝にはまった。あれ、ね、なんか涼しい顔してるよ。おかしいな、涼しい顔してるよ。ちょっとおかしいね。私たちどんぐらいこんなに濡れてやってるんだよ。どういうこと。おいやんのか。おめえ毒中だよ。俺らうちらもとりあえずやっとこう。イエーイ、勝った。いくぞー。イエーイ、俺らの勝ち。イエーイ。来た来た来た。どうでしたか。こんな目に遭うとは。あのもうすでに黒い涙が出、ちょっと、まあ、マスカラが取れてる。ねえ、いや、私は大丈夫。大丈夫。あれ、いつもと同じだよ。何にも変わんない。どういうことかな。いいのか、いい意味なのか、悪い意味なのか。いいさんでこんなことになるなんて。ちょっとだけ船頭さんも。はい、どうぞ。ガイドさんです。ガイドさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶ来ましたね。そうですね。もうあとちょっとでゴールになりますね。いや、今日は本当に緩やかな流れでね。緩やかな流れで、さっきのケンタッキーはなんすか。あれはちょっと僕はやっぱ自然には勝てない。いや、おかしいですよね。そう。いや、だいぶハマったって言ってましたけど、ハマらなかったチームもありましたよね。ハマらなかったチームしかないよ、他。その時はやっぱ自然の力がどう働くか僕らはやっぱ分からないので、僕らそれに習うってことしかできないので。はい、じゃあ、このラフティングツアーのですね、若干 CM を、はい、せーの、はい、タバガラフティングツアー、夏楽しいですよ、待ってまーす。ボートイエーイ、もう一発イエーイ、イエーイ、危ねえ。さあ、2日目のですね、チャレンジ女子アナラフティング、いかがでしたか。とっても楽しかったです。まさかのこんなことになるとは。でもルルさん全力で楽しんでました。本当ですね。すごい楽しかったですよ。めっちゃ楽しいです。ラフティングって思った以上に人が転がったり、本当ですね、泳がされたり、ね、想像と違いますよ。ウォーみたいな。すごいです。すごいです。あの、一筋縄ではいかないんだね。いかないですね。3つの船があったんですけど、ボート分かれてましたね。もうそのボートによってストーリーが全然違います。特に私たちひどかったんじゃないですかね。このディレクター含めこの4人のボートは。そうですね。なぜディレクターがあんなに落ちたんだろうね。本当にディレクターが落ちるし、なんならバク転するし、違いするし、そして私たち全員がもうもみくちゃ洗いで洗濯機みたいになるっていう、全部綺麗にね、なんかね、落とされたというか、心も体も洗われました。洗われましたね。はい、もう最初はね、なんかね、説明受けて楽しそうな雰囲気で、はい、あ、なんかディズニーランドのトム・ソーヤの冒険かな、スプラッシュマウンテンかな、ゆるなんかそんな感じでヒューって言ったらね、ドシャンボチャンとかね、半分浸水ギャーみたいな。
あげディレクターがいないバッチャーみたいな、ね、まあ挙句の果てにね、あの担当の船頭があれ抜け出らんねえやみたいな自然の流れには勝てませんでした、うん、とか言ってお手上げみたいな、はい、本当ハマりましたね、ハマりましたね、でもねこうやってバイクで行くツーリングの中では、うん、ラフティングをやってみるって意外と面白かったね、うんうんうん、すごいですね、この後帰るとはツーリングでもう思いません、ね、帰りの高速大丈夫かなって、ね、ちょっと不安しかない、そこだけ気をつけてね、はい、行きましょうね、はい、はい、どうもどうも、ね、うん、はい、またね何かにチャレンジしましょうね、はい、チャレンジ女子アナ、次何やるんですか、もうあんだけずぶ濡れになってこれ以上なんかあるのいや本当にウィズミーは怖いです、怖いですでも楽しいです、はい、楽しいです、じゃあまたチャレンジしましょう、イエーイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2日間のツーリング、うん、まあいろいろありましたが、はい、最後はこうやってね、夜の高速走って、はい、やってきてですね、会話もいっぱいしました。いっぱい話しました。いっぱい話しましたね。その中で、そうだな、何が、ツーリングの楽しさって何？やっぱり一人で走るよりは、いろんな人と話す、何話、まあ、今回私たちは話しながら撮れましたけど、 ね、それを抜きにしてもなんかたくさんの、ね、バイク仲間といろんなとこを走るっていうのもそれだけで楽しいんだって、ご飯食べた時にこうだったね、あだったねとか、うん、私にとっては醍醐味は、うん、このみんなで走ることによってある程度ペースとか、うん、あどうい う, こうバイクの動かし方と乗り方をしてるのかなっていうのが、うん、ちょっとずつこう今までもうこうもう本当必死だったんですよ、自分のことだけで、でもちょっとずつ後ろから見られるようになったんで、人によってこうちょっとまた運転の仕方が違ったりするんですけど、そういうの参考にしながら、あこうやって走っていくんだなとか、あと今回はレイラちゃんが、まあ私が若干の先輩で、なんかこうしてあげた方がいいなとか、後ろから見てて、あでも今入りづらいだろうから、うん、こっちの車線入っといて、うん、レイラちゃんが後で入ってくれたらいいなとか、あそう、さっきこうしてくれたんです、なんかちょっとした気遣いだけでも、うん、やっぱり自分が初心者の時って本当に不安で仕方がなかったから、うん、特に私はなんかそういうのをなんかこうできることないかなっていうのをすごい考えるようになりました、うんうんうん、後半結構後ろから走ってみんなの走ってるのをドラーって見てることができたので、峠とかだとこうなんだろうな、どのタイミングでブレーキかけたらとか、どのぐらいのスピードでコーナー入っていけばいいのかって、まあ本当目視だからんって感じですけど、なんとなくそれに合わせていけばまあいいのかなって感じで、なんかタイミングとかなんとなくそれを皆さんのを見ながら走るようには意識したのと、あと綺麗に並んでるの見るとなんか良くない、なんかみんなが、うん、すごいみんな綺麗ですよね、うちのツーリングそうですね、まあマスツーリングを最初はやっぱり初心者はねやった方がまあいろいろ見られていいんだけど、今回はですね、高梨アナがですね、はい、250cc、はい、ルルさんは、大型の方を乗ってるんだけど、高梨さん 250cc 乗ってどうですか、大きくてこれ好き大きい感じは、大きく感じる、お客さんもみんな言ってたし、うん、大きい、ね、あんまり別にそのてかルルさんの MT-07 と並んでてもそんなに小さい感じしないな、なんかエンストしなかったっていう、教習車の NC になってからほとんどしてないんですけど、まあ、CB の時とかは本当になんかつなぎしにくかったのでよくエンスト、まあ、中型で最初取り始めだからってのもあったと思うんですけど、なんかつなぎにくかったなっていう印象があるので、これだとああと思ってもエンストしない意外といけたんだ、うん、ほとんど、あとギア、あやばセカンドだ、ましてや一回、あ、やべ、サードじゃんと思ったけど、それでも繋がったみたいな、うん、おうおう発信、そうなかなかね、うん、ちゃんと努力があっていいってことだね、はい、そこね、やっとインプレらしいインプレが出ましたね、はい、2日間ですね、GSX25R に、初ツーリング、はい、初行動、はい、
初ツーリングはこの GSX-R、はい、GSX-25R だったんだけど、うんうん、どう、ちょっと気に入ってきた？気に入ってきた。なんか愛着湧いてきた？いや、色もいいし、うん、なんか形もいいし、うん、シートもいいし、うん、なんかね、シートもいいのにもついてきたよね。そう、あ、これ全然疲れないよ、いま、うん、だにあと、なんとなくこうかっこいいってよく言われるよね。そう、みんなに ね、かっこいいよね、かっこいいよねって。そうそうそう、まだね、出たばっかりだから意外とね、みんな見に来たりするんだよ。そうそうそう、自分のじゃないのに、うん、えぇ、ー、ってなる、わかるそれありがとうございましたってよかったよかった、ちょっと鼻が高いよね。そうそうそうさあ、そんな形で、2日間のですね、ツーリングを終えました。まあ、はい、またこの後ね、なんかのね、出番があったら行きましょうね、みんなでね。はい、はい、行きたいです。またなんか社長企画してましたね、早くも。そうですね、次のツーリングね、はい、はい、また行きましょう、はい、それでは皆さん、お疲れさんでした。お疲れ様です。